岩村電気軌道は、かつて、岐阜県江奈郡大井町、岩村町に存在した、路面電車を運営していた、軌道事業者である。副業として、同地域一帯に電力を供給していた、岐阜県発の私鉄である。鉄道省中央本線大井駅から岩村町への、便を測るため、道町出身の県会議員、衆議院議員を歴任していた、浅見与一英文により、 1903年に岩村電気鉄道として会社が設立された。間もなく岩村電気軌道へ社名を改めている。将来的には名古屋方面への延伸と国鉄への編入を構想していた。1906年に軌道線を開業させた。その後、不況のため経営が落ち込んだことから電力事業により苦境を脱ししようとしたが、株式の払い込みも芳しくなく、 資金難に直面した。その時に登場したのが、各地の電力会社や鉄道会社の設立に参画し、電気王と呼ばれた、最下陶吉であった。彼は、会社の重役に収まると、資金の提供をし、そして発電機の増設をし、岩村、大井、長島の拡張村に電灯が灯るようになった。この電力事業により、車業が軌道に乗り1909年に、 盛大な開通式典を模様している。その後、伝統事業及び、軌道事業の業績は良好であったが、電力王と呼ばれた福沢ももにより、矢作川上流に水力発電所を作ることになり、発電所建設の資材輸送としての役目も担うことになった。しかしその能力が不足しており、それに投資する余力もなかったので、矢作水力に岩村電気軌道は合併された。 また、宣言はその、取締役に就任した。また、岩村電気軌道の小沢手流場の近くに、矢作水力経営の小沢遊園地を作った。その遊園地内には、ラジウム高専、鹿の湯、温泉旅館、心座敷屋、かまどか、小沢の滝、橋、岩村の料理旅館、水飯経営による売店が設けられ、売店では、 生ビールや稲地方の名物語兵持ちなどが提供されていた。1929年に発行された矢作水力株式会社10年史なる本の中には以下の記述がある。軌道船は国鉄名治線の開通により輸送量が激減したことから軌道廃止に伴う保証を受けることになり、1935年に全廃された。会社はその後も 電力会社として残り、幾多の変遷を経て、中部電力株式会社に統合されている。1934年当時1930年10月1日、当時1934年当時開業時に用意された車両は、日本車両製造製の電動客車1両と電動貨車2両。1912年までに電動客車1両を増備し1917年にも、 電動客車1両を増備。1919年に伊藤昌司により京都電気鉄道の電動客車3両を購入。廃止時には電動客車5両電動貨車5両なお、鉄道統計資料では年ごとの量数の変動が大きい電車の写真の右から3番目の窓の人物が浅見与一衛門。宣言は百九十六年に岩村、小玉、 約2 4トルの基幹線6 7トル電気鉄道を計画したが、資金不足で実現しなかった。糸田博士町、東海地方の鉄道不設資産によれば、具体的なルートとして、岩村から明治、下切れ、小渡り、小原、豊田を経て、矢ごとに至る路線が検討されていた。番州鉄道、兵庫電気軌道、破電鉄道を経営していた。 伊藤栄一が設立。ありがとうございます。